安保法制をめぐり手痛い失点です。衆議院の憲法審査会で民主党と維新の党がそれぞれ推薦した参考人は憲法違反と明言しました。さらに自民党などが推薦した参考人も外国の武力行使と一体化する可能性が極めて高いとして憲法違反と断じました。安保法制の審議中に身内が墓穴を掘った形となり野党側は勢いづいています。中継です。民主党の辻元議員は早速憲法審査会を盾にとって非常に深刻な事態だと安保法制に対する政府の対応を正しました。与党推薦の参考人までもが、違憲であると、これは非常に深刻な事態である。さまざまな角度からのご意見が開陳をされたというふうに認識をされております。3名違憲と言われたことを受けて本法案は一回政府は撤回されたほうがいい。現在の憲法、これをいかに、この法案に適用させていけばいいのかという議論を踏まえまして閣議決定を行ったわけでございます。一方、自民党の参考人までが憲法違反という異常な事態に高村副総裁自らが火消しに躍起になっています。1954年に自衛隊を作ったわけでありますが、その時ほとんどの憲法学者が憲法違反だと順風満帆の政権運営でしたが、ここに来て安保法制や年金情報漏洩問題のつまずきで政府与党には警戒感が出始めています。